去年から値上げしていた牛丼大手チェーンが、今度は今週から順次、期間限定や地域限定で牛丼を値下げします。月夜は明日から来月8日まで、350円の牛丼並盛りを60円値引きします。吉野家も来月1日から7日まで、西日本地区限定で 牛丼並盛り380円を80円値引きすると発表しました吉野家はキャンペーンで新たなお客様を獲得していきたいとしています吉野家の期間限定値下げは2012年4月以来およそ3年半ぶりですまた松屋も10月15日から22日までプレミアム牛飯並盛りを50円値引きします